トゲスッポンは、爬虫ュカメモクスッポンかアメリカスッポン族に分類されるカメ。アメリカスッポン族の模式種。最大校長54センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは校長13から24センチメートル。背後表面に円錐形の細かい突起があり、前円部ではトゲ状になる。甲骨板は細長い。 復興の高血部の数は7。頭頂骨と頬骨が頭骨の表面で接しない。鼻孔は空豆形で前方に開口する。鼻の隔壁に突起がある。獅子に半門が入る。亜種、黒トゲスッポンを独立種とする説もある。主に河川に生息するが、故障に生息することもある。植生は動物食で魚類、両生類、昆虫。 甲殻類、貝類、動物の死骸などを食べる。亜種、クロートゲスッポンは、開発による生息地の破壊、排水路による水位の低下、人為的に移入された多種との遺伝子予選などにより、生息数が激減している。温帯に分布し息き、脱走した場合に、定着の恐れがあること、大型になり在来種との競合が懸念されること、本種が、 アメリカ合衆国西海岸に定着した例があることなどから、属単位で、要注意外来生物に指定されている。ペット用として飼育されることもあり、日本にも輸入されている。スベスッポンの名前で本種が流通することもある。ありがとうございます。